トマス・ハインドマン、トマス・カーマイケル・ハインドマン・ジュニア、A、トーマス・カーマイケル・ヒントマン、ジュニア、1828年1月28日から1868年9月27日は、アメリカ合衆国の弁護士、アーカンソー州、選出アメリカ合衆国会議員であり、南北戦争の時は、南軍の将軍だった。ハインドマンが、テネシー州、ノックスビルで生まれた直後に、 家族はアラバマ州ジャックソンビル、続いてミシシッピ州リプリーに移転した。リプリーで初等教育を受けた後、ローレンスビルクラシカルインスティチュート、現在はローレンスビル学校に入学し、1843年9月25日に優等で卒業した。その後、米国戦争の時に第2ミシシッピ連隊のためにティッパー軍で中隊を立ち上げた。 この戦争の間に注意として従軍し、後に中隊の隊員になった。戦後はリプリーに戻った。ハインドマンは法律を勉強し、1851年に州法廷弁護士として認められた。その後法律実務をリプリーで始め、2年後にはアーカンソー州ヘレナに移った。 ハインドマンは1854年から1856年までミシシッピ州議会会員議員を務めた。1859年3月4日から1861年3月4日は民主党員としてアーカンソー州第一選挙区選出のアメリカ合衆国会議員第三議会を務めた。第37議会にも再選されたが南北戦争の開始とアーカンソー州の アメリカ合衆国からの脱退のために辞退した。その代わりにハインドマンは南軍に入隊した。ミシシッピ川流域戦線で指揮を取り、後には南軍のためにハインドマンリージョンを立ち上げた。1861年9月28日に巡将に昇進し、1862年4月18日には少賞となった。戦後、ハインドマンはメキシコシティに逃亡して、 北軍に対する降伏を回避した。メキシコでは、コーヒー農園主として働き、法律実務を行おうとした。マクシミリアン一世の処刑後、アンドリュー・ジョンソン合衆国大統領に、御社の請願書を提出したが、否決された。それでもハインドマンはヘレナでの生活に戻った。ハインドマンは合衆国の回復のために、デコンストラクションを進んで受け入れる新しい政治組織。 ヤングデモクラシーの指導者になった。1868年9月27日、ヘレナの自宅で、ハインドマンは、正体不明の者に暗殺された。ハインドマンの両親、トマスとサリー・ホルトは、イギリス人とスコットランド人の血を引いていた。母方の祖先には、成功した、農園主で1655年に、バージニア衆議会議員となったロバート・ホルトさんがいた。 ホルト家はもともとノックスビルに来る前はバージニア州ハリファックス郡にいた。ハインドマンの父方の祖先は1746年4月16日のカロデンの戦い後にイギリス王ジョージ2世がボニープリンスチャールズの追随者900人のスコットランド人を追放した時のカーマイケル一族の出身だった。カーマイケル一族の子孫の一人。 サラ・カーマイケルが1790年代初期にペンシルベニア州の裕福な商人であるサミュエル・ハインドマンと結婚した。その後夫妻はノックスビルに転居し、その一番下の息子トマス・カーマイケル・ハインドマン、シニアが1793年11月10日に生まれた。家族の言い伝えによれば、この息子がノックスビルで生まれた最初の白人男子だった。 ハインドマンシニアは、米英戦争の時に、第39アメリカ不評連隊の歌手官だった。1814年1月11日には、勝尉後、同じ年の5月20日には勝尉に昇進した。米英戦争の最後の主要戦闘である、ニューオーリンズの戦いに参戦し、1816年6月30日に、健康上の理由で退役するまで現役任務を続けた。 ハインドマンシニアは退役後にテネシー側で軍隊用渡し船を運航し、アラバマ巡州の第10巡州民兵連隊で中佐を務めた。商人としての取引の中でルイス・ロスと出会った。ハインドマンシニアはしばしばロスの家を訪れるようになり、そこでルイスの義理の妹、サリー・ホルトと出会った。二人は短期間の交際を経て、1819年1月21日に、 ノックスビルで結婚した。夫妻がテネシー州レア軍に入った後、最初の娘が1820年に生まれた。家族でポストオークスプリングスに移転した後、3人の子供、ロバート、メアリー及びサラが生まれた。この家族は1827年にノックスビルに戻った。翌年、トマス・カーマイケル・ハインドマン・ジュニアが生まれ、さらに翌年ミルドレッドが続いた。 父のハインドマンシニアは商用でたびたびアラバマ州に行きアラバマ州ジャックソンビルで数区画の土地を購入した後で家族ごとそこに移った父は地方での多くの事業機会を生かしその家族には必要なものなんでもを買い与えられるようになったハインドマンシニアは地域のチェロキー族インディアンを含みその事業仲間からは正直ことで評判となった チェロキー族の信頼を得るようになったので、アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・モンローから、チェロキー族に対する順代理人に指名された。アンドリュー・ジャクソンが大統領に就任すると、ハインドマンシニアは、チェロキー族に対する合衆国代理人に指名された。ハインドマンシニアはしばしばチェロキー族の利益を議論、するたに、ワシントン DC を訪れ、1841年には、 陸軍長官代行のアルバート・エムリーからなぜノースカロライナ州のチェロキー族がインディアン準州のチェロキー族に加われという連邦政府の提案をんだか明らかにするよう求められた。ハインドマンは2ヶ月を費やしてノースカロライナ州のチェロキー族に西部でチェロキー国家に加わるよう説得に努めたが成功しなかった。この年、ハインドマンシニアはミシシッピ州リップリーで 新しいプランテーションを購入した。一方、ハインドマンは地元の学校に通った後、ニュージャージー州ローレンスビルにあるアメリカで3番目に古い寄宿生の学校ローレンスビルクラシカルインスティチュートに入学した。ハインドマンはそこで古典的な教育を受け1843年9月25日に成績優等で卒業し、卒業式の当時を述べた。 ハインドマンは親戚を訪ねたりニューヨークで学んだりした。後でリプリーに戻り、地元の著名弁護士で保育党の政治家であるオーランド・デイビスについて法律の教を始めた。一方、ハインドマンの父はミシシッピ州政界で活動的になった。州保育党を率い、地元のヘンリー・クレイクラブの実行委員会委員となった。1845年。 テネシー州メンフィスで開催された協議会の大議員に選出され、南部や西部の輸送及びインフラ整備計画を促進した。まもなくアメリカ合衆国は、アメリカイコール、メキシコ国境で戦闘を始めた。メキシコ軍とザカリー・テラー将軍に率いられる、アメリカ軍の間でリオグランデ川に沿った小競り合いが起こり、連邦議会は戦線を布告し、 ジェームズ・ポーク大統領は陸軍に加わる5万名の志願兵を集めるよう各州に要求した。ミシシッピ州の新聞は州民に軍隊に加わるよう呼びかけた。ある新聞、ホリー・スプリングス・ワードは武器を取れ、武器を取れ、勇者たちよ、恨みを晴らす剣を抜け、進め、進め、皆の心は決まった、勝利もしくは死とと言い立てた。 ハインドマンは戦争で母国に貢献できる機会を持ちたいと願い、第2ミシシッピ不評連隊の E 中隊将尉として入隊した。兄のロバートも同じ部隊に兵卒として入隊した。ハインドマンとその同僚たちはその冬をキャンプマクラングで戦闘訓練をして過ごした。多くの兵士は1847年1月の寒さに対する備えがなく、インフルエンザ、肺炎を及び、 寒さの薬病で死んだ。第二ミシシッピ不評連隊は2月に米北国境に向かって進発し、2月24日にリオグランデ川川口に到着したが、この日はブエナビスタの戦いが終わった翌日った。部隊は抗軍を続け、死亡する兵士の数は増え続けた。1847年6月までに167名が死に、 134名が任務を外され、38名は脱走した。連隊は後に、コアウイラ州サルティロの南7マイルのブエナビスタに移動し、守備隊任務に着いた。連隊にとっての栄光の機体は、死者の続出、ゲリラの襲撃及びキャンプでの任務の中で切りした。1847年3月、チャールズ・クラーク大佐が、ハインドマンの学歴や読み書きの能力ゆえに、 連隊の副官代行として指名した。ハインドマンの兄ロバートはこの時軍曹であり、天然痘を患っており、4月23日に治療のために除隊された。ハインドマンは1848年の終戦までに、中尉に昇進し、基地副官となったが、この不評連隊と共にその残り期間を大きな戦闘に参戦、することが勝った。ハインドマンはリプリーに戻った後、 オーランド・デイビスについて法律の勉強を続けた。終戦から一年経って、ハインドマンの兄ロバートは、禁止の息子たちリプレイシブの会員になろうとしいるのを、ウィリアム・フォークナーが妨害していると考えたので、戦うことになった。ロバートは自分を守ろうとしたが、その拳銃が発砲せず、フォークナーはロバートに致命傷を与えた。フォークナーは殺人罪で裁判にかけられたが、 バイシニンたちは、それが正当防衛だったと裁定し、無罪になった。その後フォークナーは、ハインドマンの家族の友人一人を殺し、この時も殺人事件の裁判で無罪となった。ハインドマンとフォークナーは、拳銃で決闘したが、どちらも怪我一つしなかった。このフォークナーとハインドマンの間の緊張関係は、後にメンフィスの アピール紙編集者になったマシューシー・ギャロウェによって落ち着かされることになった。ハインドマン自身は禁止の息子たちリプレイシブに加わり、地元支局の初期官を務めた。1853年、ハインドマンはティッパー軍からミシシッピ州議会選挙に出馬し当選した。ハインドマンの議員としての経歴は1854年3月に議会が休会になった時に終わった。 1854年までにハイ,インドマンは混み合った。ミシシッピ修正会ではほとんど操作できる用地がないと認識した。ミシシッピ川越しに眺めると、まだ若く騒然としている。アーカンソー州は、教養がありがいがある政治家には活躍の場があると思われた。ハインドマンはミシシッピ修正会を離れ、1854年3月18日にアーカンソー州ヘレナに移転した。 ハインドマンは新しい州で政界と社交界に身を投じた。1854年6月、ヘレナの放送会で目立つ人物として知られていたケンタッキー州出身のジョン・パーマーと法律事務の共同経営を始めた。1854年の独立記念日祭りで、ハインドマンはアーカンソー州における鉄道の発展の重要性に関する演説を行った。ハインドマンはいきなり 反移民かつ反カトリックのノーナッシング党に反対す立場を取ることで論争に巻き込まれた。ハインドマンはノーナッシング党を有害な共振者と見なした。ハインドマンとパーマーはノーナッシング党の脅威を撲滅するために考案した民主教を設立した。この期間にハインドマンは後に南軍の少将まで並行して歩むことになるパトリック・クリバーンと親友になった。 この二人はまたウィリアム・ウェザリーと共同事業を起こし、1855年12月に新聞のデモクラティックスターを買収した。クリバーンとハインドマンは、ノーナッシング党のメンバーとヘレナの街頭で打ち合い、二人とも負傷した。傷が回復すると、二人に対してなされた告発に応えるために大陪審に出頭した。二人は無罪方面となり、 その後ミシシッピ州のハインドマンの両親宅へ行った。ハインドマンはその行動で賞賛され、ノーナシシング党が敗北した後で民主政界の一角のものになった。1856年、ハインドマンはアーカンソー州第一選挙区で連邦議会議員の指名を求めて出馬したが、民主党州大会で現職のアルフレッド・ B ・グリーンウッドに敗れた。 民主党の内部闘争を避けるためにハインドマンが行った大会からの優雅な撤退は、党の指導者層から注目を浴びることになった。この時期に、ハインドマンは、メアリー、モリー、ワトキンスビコートで会い交際した。モリーの両親は、躊躇したが、二人は1856年11月11日に、クリバーンを、海添え人として結婚した。1857年夏。 ハインドマンはヘレナ州の権限デモクラット紙の編集者になり、アーカンソー州東部の民主党では並ぶ者の,のいない指導者になった。民主党の指名で重大な対抗者はおらず、州内の新聞からも講演された。リトルロックのトルーデモクラット紙の編集者リチャード・イチ・ジョンソンは1856年にハインドマンが指名を求めて生ました時のことを有権者に思い出させ、 ハインドマンのことを、著しい能力のある、周到な民主党員であると褒めた。ベーツビルで開催された民主党集大会では、ハインドマンが容易に、エーム・ウィルソンとダンドリッシマクレーを破った。総選挙では、ハインドマンが共和党の挑戦者ウィリアム・エム・クロスビーを18,255票対2,853票で破った。ハインドマンは、連邦議員である間に、 州内民主党の団結をもたらそうと努めた。州内で政治的指導層を刺激し、アーカンソー州の民主党を政造が二つに分け、一つはハインドマン支持の派閥、もう一つは、順州時代以来アーカンソー州を支配してきた政治的、ファミリーの派閥となった。ハインドマンは、ファミリーの行動を、党幹部会の小さな管理と、彼らを取り仕切る、 構想以外のあるものの最も集中された点罰と特徴づけた。ファミリー指導者たちは1860年におけるハインドマンの連邦議会議員再選を阻止すると脅した。ハインドマンは彼らに挑戦し連合主義者や融合のチャンピオンと呼ぶ集団の崩壊を良した。ハインドマンが州はトルーデモクラットに公的印刷費を払いすぎてきたと告発した後で ハインドマンと政治ファミリーの間の論争が加熱した。トルーデモクラットは告発内容を否定し、ハインドマンの動機は気遣いよりも身勝手さから来ていると主張した。トルーデモクラットは、ハインドマンは自分が支配しているヘレナの州の権限デモクラットとリトルロックのオールドラインデモクラットに出版契約を持って来ようとしていると主張した。ファミリー指導者の一人。 エリアス・ネルソン・コノエーは、ハインドマンの義父を含み銀行に、負債のある人々の財産を抑えてしまう計画を、始めることで、州の銀行の経営状態を落ち着かせようとした。ハインドマンは、州内をくまなく旅して、この提案を公に非難した。1860年の州知事選挙で、ハインドマンは、ヘンリー・マッシー・レクターを講演し、ファミリーの候補者は、 トリューデモクラット紙の編集者リチャード・ H ・ジョンソンとなった。ジョンソンは民主党候補者となったが、レクターは独立した民主党員として立候補を宣言し、知事選の開票ではレクターが31,044票対ジョンソン28,967票と僅差で当選した。この選挙後、オールドラインデモクラットの編集者トマス・シー・ピークは、 ファミリーの政治支配が島は時が来たと宣言した。南北戦争のような新しい問題が中心になってきて、ファミリーの修正会支配が復活することはなかった。南北戦争が近づくと、ハインドマンは合衆国からの脱退を熱心に主張するものとなり、実質的にアーカンソー州で最も著名なファイアイーター、喧嘩、パヤイヒト、ここでは奴隷制擁護の過激派となった。 1861年5月、アーカンソー州が65票対5票という表決で合衆国からの脱退を決めたとき、ハインドマンは協議会のギャラリーにいた。戦争が近づくと、ハインドマンは連邦議員を辞職し、ヘレナで一個連隊の長母を行い、これが南軍に供された。州政府にはマスケット銃、衣類及び投下分の食料を要求して、その部隊が 我々の国のために戦えるようにした。1861年6月1日までに10個中隊を立ち上げ、6個中隊はヘレナに、4個中隊はパインブラフに駐屯した。戦うために州を出ていくことを拒否した5個中隊分は失うことになった。その後、ハインドマンはリッチモンドに出頭するよう命令を受けて従った。6月にはその連隊と共に長い旅を始めた。 1861年9月までに、ハインドマンは順将に昇進した。ハインドマンとその連隊は、間もなく悲惨な結果になる、ケンタッキー方面作戦における活動的、攻勢部隊になった。その後まもない1862年4月のシャイローの戦いの激闘にも参戦し、ハインドマンは継承を負った。傷から癒えた、ハインドマンは少々に昇進し、 ミシシッピ川流域方面軍指揮官に指名されてサミュエル・カーティスが率いる北軍侵入の防衛に当たった。アーカンソー州での展開は恐ろしく悪い方向に向かった。ほとんどの部隊はミシシッピ川より東での任務のために州内から出て行くことになった。ハインドマンがリトルロックに到着した時、その部隊は北西から 危険なまでに接近する北軍に対して裸の兵士、金もなく防御の手段もなく恐ろしく無防備であることが分かった。ハインドマンは活動を開始し一連の厳しい軍事布告を発し徴兵制を敷きゲリラ戦を承認し州防衛のための物資を要求した。また州の防御力について北軍当局を誤らせるように仕組んだ偽情報を 流す動きを始めた。さらにバージニアに向かうはずだったテキサス州の部隊をアーカンソー州防衛に転用した。この一連の出来事に嫌がらせ、戦術を結びつけ、北軍当局を混乱させて、アーカンソー州を征服するための適切な供給線がないものと思わせ、間もなく、州都に向かっていた部隊がそれて、しっかりした供給線を再構築するためにヘレナに向かわせることになった。 しかし、ハインドマンの布告は、地元市民の怒りを買い、市民や、ハインドマンの政敵たちは、リッチモンドにいるアメリカ連合国の指導者たちに、罷免を要求した。1862年8月までに、リッチモンドの指導層は、人当たりが良いが無能な、セオフィラス・エイチ・ホームズとのすげ替えを決めた。ハインドマンはホームズを説得して、アーカンソー州北部での野戦式を任せ、 侵入者を追い出す作戦に臨んだ。ハインドマンはアーカンソー州北部に積極的に侵攻し、北軍が二つに分かれている間に、これを妨害しようとした。しかしこの時、ハインドマンの通常は攻撃的なやり方が正確に合わない疑念に譲った。北軍の分かれた部隊を攻撃するよりも、プレリーグラブで残酷に入り、北軍が再結合して、 南軍を攻撃してくることを許した、プレイリーグラブの戦い。ハインドマンの陣地はよく選定されたものだったが、装備や物資の豊富な北軍は南軍を疲れさせたので、ハインドマンは、リトルロックに向けての交代を強いられ、北軍を潰す機会を失った。プレイリーグラブでの行き詰まりの後、ハインドマンは、川のこちら側に戻され、 親友のパトリック・クリバーンと共にチカマウガの戦いに参戦した。チカマウガで首を負傷した後、ハインドマンとその部隊は、テネシー軍と共に、北軍ウィリアム・シャーマン将軍に対抗して、アトランタ方面作戦を戦い続け、第一次ガルトンの戦いから、マリエッタのすぐ郊外のケネソーさんの戦いまで、ジョージア州を横切った。1864年7月4日、ケネソーで、 木の枝で目を打たれ落馬した。ハインドマンは重傷であり、野戦での任務を果たせなくなった。ハインドマンはアトランタに行き、その後、メーコンに行って、傷の回復に努めた。その後、十分に回復すればまた戦えるものと期待していた。ハインドマンはミシシッピ川流域方面軍への転属を申請した。その要請はアメリカ連合国陸軍省に拒否されたが、 アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスは、ハインドマンの肉体的不能から10分に回復するまで休暇を提案した。ハインドマンは休暇が8月に認められるとテキサス州に向かった。その旅の間にハインドマンの2番目の娘、サリーがミシシッピ州メリディアン近くで病気のために死んだ。ハインドマンはサンアントニオに到着し、家族と共にしばらくはそこに落ち着いた。 ハインドマンは1865年1月26日に軍隊の士官や地元の住人から栄誉を授けられた。1865年5月までにニューオーリンズの南軍将軍たちは北軍の将軍に対して南軍の降伏条件を示す書類に署名した。ハインドマンは降伏を拒否し多くの元南軍病と共にリオグランで川を越えてメキシコに入り、 避難所を求めた。ハインドマンはメキシコのカロロータの町で南軍逃亡兵と合流し、コーヒーを植え、法律実務を行おうとした。1867年4月までにアーカンソー州に戻るために家の状態を確認し、アンドリュー・ジョンソン大統領に御社を請願した。ハインドマンの請願は数少ない拒否されたものの一つとなった。 それでも元の生活に戻ろうとした。政治は、ハインドマンを必要としており、役職に就く資格はないものの、レコンストラクションの規約に反対して立ち、レコンストラクションの指導層と直接紛争に入った。この当局は、ハインドマンに対して反逆罪告訴を復活させ、逮捕した。これでもハインドマンを止められず、ハインドマンは、政治の輪の中に入っていって、 新しく解放された奴隷と民主党員というありそうにない連行を作ることにいくらか成功した。1868年9月27日夜の9時半頃、ハインドマンは数と以上の正体不明の暗殺者に暗殺された。ハインドマンが子供たちと共に新聞を読んでいる時に今の窓から暗殺者が狙撃した。マスケット銃弾はハインドマンの顎、喉及び手を捉え、 ハインドマンは出血多量のために8時間後に死亡し、アーカンソー州の南軍では最も好意の将軍の人生を終わらせた。その死の前に、ハインドマンは家のポーチから隣人や政治の支持者たちに別れの挨拶を行った。ハインドマンは完全な冷静さで聴衆に彼らの勇気と決断力を団結させ人々に平和をもたらすよう告げた。 この狙撃について可能性ある動機として、最近のパウエル・クレイトンとの政治的討論を示唆し、私は誰が私を殺したか知らないが、それが誰であろうと、私は許すということができると告げた。ハインドマンは妻、モリーの養母の夫、ジェームズ・ウェイチ・オコーナーに、私の家族の面倒を見て、私の妻や愛しい幼子たちの保護者になってくれと求めた。オコーナーがそれを認めると、 ハインドマンは、私は誰もを許す。彼らが私を許してくれることを期待すると述べた。その後、ハインドマンは、体力がなくなって話すことができなくなり、寝椅子に倒れ込んだ。ハインドマンは翌朝早くに死ぬまでそのままだった。暗殺の知らせは、州内すべての主要新聞で報じられた。ガゼットのウィリアム・ウッドラフは、ハインドマンが、有能で傑出した男として死に、 その短いが素晴らしい経歴はアーカンソー州の政治に多くの影響を与えたと言った。ハインドマンの暗殺者が捕まることはなく、それを特定しようという多くの理論が何年間も流れ続けた。1869年、フィリップス軍監獄の白人受刑者が役人に告げたところでは、二人の黒人受刑者、チップ・キャメロンとヘイワード・グラントが、 犯罪について相談しているのを漏れ聞いたということだった。グラントは犯罪を告白し、この殺人は1868年9月27日に公主刑にされたヘレナ出身の黒人リー・モリソンを殺したことに対する報復を求めた大きな計画の一部だったということである。グラントの犯罪は殺人の確証が取れず、その話したことは捜査陣から却下された。 それ以上の捜査の進展はなく、この事件は、お蔵入りとなった。ハインドマンは、ヘレナのエバーグリーン墓地、後にメープルヒル墓地と名付けられたの友人、パトリック・クリバーンの墓近くに埋葬された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。